まさか、ケンさんが負けるなんて。もしかして、あなたは本物のパチプロ。いや、通りすがりの劇団員だ。何を言ってるの？あなた、パチプロでしょ？ストライキはしまいにする。俺は今日会社を辞める。ケンさん、大して仕事もできない犬になんていてもいなくても一緒だろ。あんたともう一度パチンコで勝負したい。それまで絶対にパチプロを辞めるなよ。私たちは毎日椅子に座ってるだけの人たちに一度現場を顧みてほしかっただけなんです。だけど誰かが今回の騒ぎの責任を取らないといけません。それをケンさんが自ら進んで約束を守ります。私たちは私たちで鉄道員としてプロの仕事をしていきます。ありがとう。助かったわ。さあ、約束のお礼をしてもらおうか。あら、そうだったわね。また今度連絡するわ。それじゃあ、またね。